陸軍共同団とは、1871年12月から1899年11月30日までの間置かれた大日本帝国陸軍において、歌詞を要請した組織である。1870年5月に大阪兵学寮内に置かれた共同体をその前身とする。1871年12月に共同体は共同団と解消されて東京に移され、 さらに1873年10月に、兵学寮から分離されて、陸軍省の直轄となった。1899年に廃止された。初期には、沼津兵学校から編入された生徒もいた。千葉県東葛飾郡の河野台などに施設が置かれた。1874年10月31日に、改定された陸軍共同団外則及び、陸軍共同団条例によると、 陸軍共同団の概要は次のようなものであった。陸軍共同団は、陸軍諸兵の歌詞に人づべきものを、教育培養する兵団であって、その兵種を区分し、次の六課とした。括弧内は、毎年採用すべき人数である。方兵公兵不表記兵士長兵本学及びラッパ。なお、生徒修行中は、学術を修し制御を目途となすため、一切、規制。 休暇を許さなかった。歌詞に任用された場合、歌詞の服役期間は7か年であった。卒業の上、その学術が秀逸であって、ことに行場法制なものは選抜して、さらに陸軍士官学校に転入させて、将校の学科を教授した。このため、陸軍共同団は単なる歌詞養成機関であるに、とどまらず、陸軍での出世を目指す。 物たちの登竜門的な側面を有していた。そして、共同団出身で陸軍士官学校を経た者から、召喚も多数排出した。武藤信義に至っては元水まで登っている。陸軍共同団の生徒は、この絵及び、陣代の兵卒中入団志願の者並びに、家族、士族、平民中で陸軍出身志願の者から当てた。その採用条件は次の通りである。 年齢、18歳から25歳まで。本落及びラッパは15歳から23歳まで。身長、5尺以上。方平は5尺二寸以上。身体、体格競争。中んづく本落及びラッパは、私立精密のもの。舎辞、書束往復に差し支えのないもの。読書、連平書等を了解するもの。ただし、本落及びラッパはこれを問わない。 三日、加減上場を良くするもの。ただし、本落及びラッパはこれを問わない。共同団本部には、次の官僚応答が設けられた。共同団には次の隊が設けられた。陸軍共同団条例によると、以下のような概要であった。陸軍共同団は、家族、士族、平民中で、不評、騎兵、野戦方兵、公兵、市長陛下の歌詞に、 出身志願の者のを選抜して、生徒となして、カシたるに必要な教育を施すことを目的とした。生徒の楽器は、おおむね毎年12月に始まり、各陛下ごとの修行年限は次の通りであった。なお、生徒修行中は一切、帰省、休暇を許さなかった。楽器末の終末試験に給大した者には、陸軍共同団教則卒業証書を付与して、 二等軍曹に任じた職員としては次のものを置いた。明治32年10月2日直令第393号。陸軍共同団条例は、明治32年直令第393号により、明治32年11月30日に廃止された。この当時の二等軍曹とは、後年の五条に相当するものである。ABCD と山。 森松1987-141ページありがとうございます。